Ay, Genso, suido kintsukimasu. Undoshi tandai. Hayai toko craze no tokoro e. Oshimi no kekka o todoketa hoga ii ze. Hai, ikimashou. Ryukishi ga kuru te iu kara. Tanoshimi ni shite tanoni. Konna gaki ga kuru nante. ああ、期待して損しちゃった。じゃあ次の場所、この任務のもう終わりから、ウィンディ様とレクナート様は姉妹なのにどうして一緒に暮らさないのかしら。もしかして仲が悪いんじゃ。まあ後で。とりあえず任務のやつこっちでしょ。誰？新しいやつ。へえ、遅かったじゃないか。クレイ様に怒られるぞ。新しいやつ。カカシ、見つけた。まあ、こっち。おっす。ああ やっと戻ってきたか。俺を待ちくたびれさせるつもりか。早く、ほしみ。の結果を渡せ。おしみの結果を渡した。どうやら仕事はこなしてきたらしいな。全くの役立たずというわけでもないか。よし、すぐにも次の仕事にかかってもらおう。どうした？もう少し嬉しそうな顔をしたらどうだ。帝国のために働けるのだぞ。そうだそうだ、クレイ様の言う通りだ。ち、いいか、よく聞けよ。この帝都グレッグルミンスターの東にロックランドという町がある。いいか、わかったか。グレッグミンスターの東のロックランドだぞ。この町がどうしたことか。今年は税金を舐めに来ないのだ。なよめかな。どうしたことか来ないのだ。そこでお前たちはロックランドに出向き、そうとも出向くんだ。税金を悩める日が、税金を悩める日だぞ。うるさい。貴様はさっきからごっちゃごっちゃを少し静かにしてろ。そうともお前ら静かにしろ。バカモン、お前のことだ。カナン。え、俺のことですか。まあいい。とにかくロックランドの軍政官に税金のことを聞いてくるんだ。軍政官はグレディという男だ。それから今回はこのカナンがお目つけ役としてついていく。お前らよく聞けよ。近衛隊じゃ俺様の方が先輩だ。俺様の命令に逆らったやつは帝国に逆らったことになるんだからな。覚えておけよ。ゲスなやつめ。よし、話は終わりだ。わかったらさっさとロックランドへ向かうんだ。あ、カノンが無理やりついてきた。よし、手に入れた。カラン。東に向かえばロックランドはすぐだ。軍政官の名前はグレイディだ。税金の納入が遅れているわけを聞いてくるんだ。忘れるなよ。こっち同じか。よう、どうだった？簡単な仕事だったからうまいこと言ったんだろ。おや、坊ちゃん。早いところクレイ様のところへ行った方がいいですよ。同じか。んだ。大将軍の息子だからって、大将軍、威張るんじゃねえぞ。
かだろうか。多分全部同じかな。お前も同じか。まあ時々静かねかな。じゃあなんだこの竜のやつ、また竜のやつ、あ、動いてる。多分同じこのガキ、このガキ、なんというガキ、あ、何をあのクレイズとかいうおじん、人のことをいやらしい目で見て、それに副官のデブも気に入らないわ。うん、これは別の話。あ、竜出た。あ、どこ行く。あんまり、ゲイランドとか、ゲイランドか。うん。おっさん、教えて。帝王将軍は本当は反乱軍退治に行くらしいぜ。解放軍なんて名乗っているか、奴らはただの反逆者はさ。そのうちこの俺が乗してやるさ。はあ、大尉さん、どうするですか。近衛隊のお仕事にはもう慣れましたか。どこ行く。わからん。こっち。グレッグミラー、グレッグミラー、これは正解か。チーコの帝都もいなくもな。うろつくようになっちゃおしまいだな、そう思えれば。遠く行く。この街から出られない。あ、出られる。多分こっちかな。よし。右か。東かな。ゲイランド。イノシシ。こんにちは、イノシシ。死ね。デブ、そうだな、デブどこ戦っていないか。うん、この剣でやつかなり強い。北東の剣の人、こっちかな。これは目的地ロックランド、あ、多分こっち。おっよう、どうだい兄さん、一勝負してがないか。かい、なんだ、ギャンブル、賭博。うん、さあ、いくら。まあ、1万持っていない。ちょいと兄さん、お金が足りないぜ。さあ、いくら。千ポッチ。それは千ポッチか。多分左。よし、大当たり。まあ簡単でしょ。まあ私のチート技で無敵です。まあチートではないかな、かなり簡単です。ああ、最後は難しかった。これか。はい、大当たり。簡単すぎるでしょ。金は問題ないね。あ、今はちょっと難しかった。多分またこれ。いや、失敗しちゃった。チート技。まあ一回失敗しちゃった。大当たり。あ、そうだ。もしミスの場合なんだろう。まあこれはつまらないかな。チート技。まあ1万手に入れるともっとかに真ん中、今回これは真ん中でもミスの場合どうかな。スッカ、そうか、スッカ、うるさい。ああ、まあ読んだ方がいい。まあいい。大当たり。
ばばかわいそうね。そろそろ貧乏になる。なる。まあ何かもっといいアイテム手に入れるかな。あ、今回ちょっと難しかった。多分左。はい。そっか。さあさあ行く。あ、同じか。同じこと。儲けなんだ。3点。儲け4000。あ、5000。まあ、一回1万しようか。多分左。あ、いや、左と言った。ああ。左と言った。左。ああ、終わったね。儲けなんだ。もう一回。その後一回1万、それで終わりしましょう。真ん中。ん？なんで？真ん中だと思った。多分1万の方が難しいかな。でも、チートの力で全て大丈夫。じゃあ1万。真ん中かな。うん、失敗しちゃった。真ん中かな。いつも同じか。あまり見えない。真ん中らしい。なんで？なんでこれ？それはいいだろう。もうやめる。おー、しまい。また木なよ。じゃあ俺は2万。2万持っているかな。はい。じゃあたくさん装備買える。あ、簡単すぎる。金を手に入れること。あ、でも全ては高い。なんか盗まれるかな。これ何も取れない。こっちはなんだ。なんだい、あんたらは食いもんならないよ。あいつらが作った先から持っていっちまうんだ。もしかしてあんたたち帝国軍の人かい？まったくどうしちまったのかね。以前はこうじゃなかったのに。バリュバロッサ様は何をなさっているんだろう。これは武器屋か。いえ、宿屋。酒はうまくするのはいい景色と程よいつまみ。酒をマスクするのは薄いな帝国軍の靴を問うたな。すいませんね、酒はしなけらんなんて。じゃあそこに並んでいるのはなんだ。ああ、ここに並んでいるのは帝国のお偉いさんに出せるようなもんじゃないですよ。ようこそロックランドへ。わらぶきのふかふかベッドと温かい朝食好きで一人30ポッチだよ。うん、一人か。だから、え、セーブ。まあいい、セーブしよう。そうだ、セーブ場所は宿や。ロックランド。じゃあ36人か。
いや、5人。だから150か。うん。わあ、すごいな。その制服は帝国の記念隊のものだろ。すごいな。いいな、いいな。ああ、そうだろう、そうだろう。いいな、いいな。いいもん食ってるから、そんなに太れるんだろ。なの、デブか。ああ、知ってるぜ。軍政官の家なら、一番奥の建物さ。グレイディっていうタヌキ野郎が、その親分さ。お腹すいたよ、とても。そうか。働いても、暮らしは厳しくなるばっかり。それというのも、あのグレ。おっとっと、危ない危ない。何でもありませんよ。何年も前に、皇帝が変わったらしいが、こんな田舎町じゃ、誰が皇帝になっても変わらんしないね。これはなんだ、武器や鎧やかな、年一、あ、装備やかな、いや装備やじゃん、鎧かな。一年前ににゃ武器なんていらなかったのに、最近はめっきり物騒になったからね。いらっしゃい、御用なん。じゃあ一番強いやつかな、防具足すに二つか、これ。毛皮の服、そしてグレインか。誰いた？このバーントクレヨ。これ僕足すに。あ、いらないかな。僕足すよ。私にいらないかな。同じか。なんだ。装備している。バーン。これ。立てない。その他何もない。バーンと。誰くれよ。兜ない、立てない。立てとか持ってる。これ、ハチマク中華の服、手袋。あ、これは手袋。誰も、木の盾、誰も使えない。スネアテ。スネアテ。まあ、みんなか。遅い、ちょっと。クレヨとテッド、そして手袋、グレミオ、バーン、クレヨ、テッド、それだけ。ハチマキか、じゃあクレヨ、そしてテッド、それはいいか。これは遅い、装備すくとき、ちょっとめんどくさい。これ大丈夫。盾使えないか。グレミオ、ハチマキ、盾ない。スネアテ、手袋。マント。スネアテ。あ、もう手袋持ってる。ハチマキ、スネアテ、手袋。それだけ。
Suneate. Hachimaki. これは大丈夫かな? タテスがえなさそう。名もなき戦士の墓。私にとって戦うことは生きることと同じ意味を持っていた。これか。平凡な母親の墓。おやすみなさい、また会おう、日まで。農夫の墓。柔らかな日差しさえあれば、俺は何でも育てることができたよ。悩める男の墓。孤独とはゆっくりとしかし確実に死に至る毒薬だ。詩人の墓。僕がここに生きた証にここに歌を残そう。それが僕の傍標になるだろう。言っていた俺の女の最後の言葉。クライブお前の手にかかることなく死んでいくのを許してくれ。これ多分目的地かな。ねえねえ、私見たんだよ。本当よ、山賊たちがね、東の西風山へ戻っていったの。あそこに隠れているのよ。設定道具。メッセージスピード普通大丈夫。後列、まあ、後列大丈夫かな。セヨスなんだ。紋章、あ、これは CC の紋章。謎。お兄ちゃん、お兄ちゃんは帝国軍の人なの？違うよね。だってお兄ちゃんは僕をぶったないじゃない。結構深いと、いいと、立ち話禁止。さあ。で、出ちゃう。右から出られる。ロックランド。じゃあ、これは目的地かな。この白か。こら、お前らは何者だ。ここはグレーディ様のお屋敷だぞ。勝手にずかずかと上がり込むんじゃない。ようなら、私が取り付いてやる。なんだと、俺様は帝国軍記念隊隊長クレイ様の副官カナン様だよ。だぞ、とっととグレイディに出てこいと言え。ええ、あ、はいはい、今すぐ少々お待ちよ。なんだ、また俺の奴らが抗議に来たのか。とっとと追い返せ。いえ、何でも金鋭隊のやつらだとか、金鋭隊だか、なんだか知らんが、私は忙しいのだ。早いとこ。うん、金鋭隊。なんだって金鋭隊だって、なんで早く、それを言わん。いや、これは、金鋭隊の皆さん、こんな田舎の町までようこそいらっしゃいました。こんなところで、話すもなんですから、こちらへどうぞ。うん、なかなかいい暮らしをしているようじゃないか。いえいえ、そんなことはありません。まあ、そんなことはいい。それよりも、なぜ我々がここに来たか分かっているな。もちろんです、とも。税金のことでしょう。私たちもほとんど困っているんですよ。実はこの近くの西風山に山賊が住み着きまして、
あたりの村を荒らし回り、とても税金を取れないのです。そのために税金の挿入、納入が遅れていたのですが、もう大丈夫ですな。大丈夫？どういうことだ？そりゃもちろん、記念隊の有志の皆さんが来てくれたんです。田舎の山賊ごうとき、退治するのは朝目姉妹でしょ？まさか知り込みしませんよね。わあ、もちろんだと思う。ん、山賊。まあ大丈夫だろう。そんなやつら一ひねりだ。はあ。バカな、我々の任務は。はあ、腕が鳴るぜ。やっぱこうでなくちゃな。そうですね。人を暴れしてやろうぜ。なあ、タイニ。もちろんさ。うん。一度戻った方がいい。なんだと？このパーティーのリーダーはこの俺様だ。俺様が行くと言うんだ。黙ってついてこい、この腰抜けが。よし、すぐさま。もちろんさ。坊ちゃんまでそんなこと言って。仕方ない男どもだね。よし、すぐさま、出発だ。お前ら、遅れを取るなよ。出発するのはいいんですが、政府さんがどこにあるか知っているんですか？うるさい。今聞こうとしてたんだ。政府さんはこのロックランドから東に行ったところにあります。東か。よし、今度こそ出発だ。政府さんはこのロックランドから東に行ったところにあります。じゃあこれから東。そうか。記念隊の方々、出口はこちらですよ。うるさい。あの宝箱欲しい。政府さんはこのロックランドから東に行ったところにあります。こっち入れる。ベッド、いいベッド。こっちも出口。じゃあ一寝りかな。一眠りかな。よう、どうだい兄さん、一勝負。じゃあもう一枚。これはなんだ。泊ま宿屋の家賃か。宿屋の家賃しよう。かなり早い、これ。左だと思う。よし、出発。かなり早い。やめろ。もうおしまい。はい、まあか、このゲームは金。金は問題なしね。じゃあ、寝ようか。いやいや。これは何だ？ 30 なら460なる。60なる。150なら340になる。340。はい。1人ですから。5人前のデブどこで寝るかどうかわからん。でも、パーティーのやつら30ずつか。東。これは東ね。こっち、これか。政府さん、ああ、これです。よし、目的地見つけた。ふう、やっと政府さんに着いたな。お前ら相手が山賊だからって、ビビって逃げるなよ。あんたもな。よし、行くぜ。行くぞ。パーン、お前が先頭に立て。え、なんで俺が先頭なんだよ。うるさい、ぐずぐず言わずに。早くしろ。俺様はリーダーだから、一番最後だ。ち。タイに、ふふ、ゾクゾクするな。
ケイト君、あまり、変なことを言わないでください。坊ちゃん、危ない真似はしないでくださいね。坊ちゃんの身はこのグレミオが守りますから。おい、行くぞ。もうちょっとしようか。あ、何か見つけた。トウソクか。じゃあ読みましょうか。このページ終わりたい。怒りを招く。政府の無能が国民の怒りを招いています。そうだな、このページ終わりしよう。前回のページ、これ。まあ2ページ、2枚ページ。生きがいを。彼女と私は何をやっても息が合います。息がかかる。彼には社長の息がかかっているそうです。どこ右か。右はアイテムです。宝か。ブーツを手に入れた。そしてお薬手に入れた。ブーツか。誰がブーツ。タイニーブーツ、ブーツ持っている。ラスネってよりブーツの方がいいかな。ブーツ。息が切れる。彼の指導力は1年経つと息が切れてきました。息が長い。彼女のサッカー活動は息が長く、ベストセラーを何冊も書きました。これは簡単ですか？簡単そう、これ。ボスはどう？三足のボスかな。息が詰まる。パーティーには先生も来ていたので、息が詰まりました。息もすかせず。教授は息も、すかせず。なんだ何もないか。息もすかせず。教授は息もすかせず、学生に質問を投げかけました。息を吹き返す。あの会社は死んでいる。これ強いか。いえ、大丈夫。息を吹き返す。あの会社は新しい経営陣を入れて息を吹き返しました。なんだ、何か手に入れたか。息を引き取る。彼は長い病気の末、息を引き取りました。息を凝らして、私たちはこれは守りか、守りの紋章型を手に入れた。紋章か、使える紋章、装備か。紋章なんだろう。わからない。装備じゃないか。息を凝らして、私たちは息を凝らして彼女の話を聞きました。息を殺して、その村の人全員が息を殺して、首相の到着を、ね、到着を待ちました。こっち行った。息を飲む。景色のあまりの美しさに息を飲みました。息を抜く。仕事が忙しくて息を抜く暇もありません。どっち。これは正規ルートらしい。いや、わからん。まあ、とりあえずこっち。息を抜く。
仕事が忙しくて息を抜く暇もありません。息を吸う。大切な試験が終わって息を吸きました。息を吸めて。大丈夫この人たち。なんか強い今。4か。 見えない、体力とか。グレミオかなり弱い。グレミオ誰？グレミオ死んでいる。なんだ？息を。なんだ？お薬。戦闘のやつチェンジしようか。 グレミオ死んでいる歌。テッド弱い。イケテド。<笑>すり抜けの、ふけ、ふけのか。どこだ？え？どこ行っちゃった。<笑>このアリたち。息を詰めて。学生は試験の結果を息を詰めて聞きました。 息抜きをする。仕事を息抜きをするために妻と同行しました。誰？誰か死んだ。テッドか。テッドは戦闘ダメか。<笑>怖そうなやつ。グレムの方がいいか。でも体力。 ちょっとダメ。一回戻るかな、あの街。これはセイキルらしい。これはセイキルか。セイキルらしい。こっち戻れるかな。大丈夫かな。大丈夫そう。息抜きをする。仕事の息抜きをするために、妻と同行しました。 息詰まるような今日見た映画には息詰まるような場面がこっち。で戻れる。はい、あ、どうかな。それを無視、多分それはボスか。こっち戻れられない。そっか、これは多分ボス。死んでいるグレミオも死にまあ大丈夫。 みんな死ね。宿屋に泊まる。ボスのいい場所分かってる。タイニー。いや、タイニーじゃない。誰？テド。テド、経験値ももらっていない。まあいいか。一回街に戻るか。 読むか。息詰まるような。今日見た映画には息詰まるような場面がいくつもありました。いいも。そうか、まだ左行ける。あ、あり。左あり。めんどくさい。 数が多い。ナイス、良い。グレッタ死んだ。ああ、やばい、これ。まあ、多分大丈夫。タイニーも死んでる。あのバーンかなり強い。多分一人で倒せる。タイニー死んだか。いや、まだ。 金は問題ない。多分薬使っ、まああの町戻って薬買おうか。多分大丈夫。一回町に戻る。おー、間に合わなかった。
行けば一人で倒す。回避した。そして反撃。反撃できる。ちょっと武器欲しい。もっといい武器、武器あるか。最初の町、武器あるか。死んだ、谷死んだ。多分大丈夫、バーン一人で全速倒せる。まあ、アリトとちょっとめんどくさい。数が多いすぎるから。息詰まる。まだ洞窟にいる。出口はどこ？弓矢弱いかな。まあ弱いね。この二人、この死体、三人、いや三体死体を運んでいる。自由だ、自由だ。まずはこのなんという町戻る。ちょっと寝よう。ロックランド。はい、泊まる。その後なんだ、洞窟に戻るか。こっち行ける。武器屋さんにあるかな。赤兵隊あり。最初の町、武器屋あるか。ちょっと忘れた。多分ちょっと見ようか。なんだ、ふさふさ。これはふさふさ。その後休みます。一息入れます。あまり読んでいない。今町どこ行った？こっちか。グレンミスターか。武器はどこ？これはベッド。虫眼鏡なんだ。忘れた虫眼鏡。これはなんだ？これは武器やか。これはなんだ？魔法。いらっしゃいませ。火の封印球。これはなんだ？火の封印球なんだ？これをやるか。火の紋章。あの紋章、手に入れた紋章。そうか、それはいいか。タイニーにゴミハチマキか。タイニーにウィングブーツ。これをウィングブーツか。ちょっと高い。でもあのババいるからどうでもいい。ハチマキタイニー多分持っている。ハチマキ、これ薬や。薬どのくらい持っている？ 100HP100。 今いらないね。みんな 100HP 持っていない。もったいない。まあ虫眼鏡なんだ。鑑定。そっか、鑑定。まだわからない。あとで透かす。鑑定。調べるかな。あれは虫眼鏡だから。
調べるかな、鑑定。このおしゃれのやつ。多分同じ型。こっちの服もステイローブレラブラブラブラ。武器はいない。でも、あの一万のやついいか。誰だ、グレイオーか。何を、誰、クレイオーか。なんだ、ブーツか。ウィングブーツ。ウィングブーツいいね。さてない。それだけ。武器はなさそう。次の街かな。まあ、あのブーツかなり高い。ちょっと出る前にちょっとババの金を集める。芋を洗うよ。まあ、芋を洗うよ。オークランド。どのくらい手に入れるかな。どうかな。多分右。どう？真ん中か。右だと思った。おー、当たり。じゃあ今回フォークしよう。全然。多分これ。どう？当たった。じゃあ5万。49万まで。4万9000まで。わからん、真ん中かな。そうだな。2の選択は左で、左それとも真ん中分かっていた。真ん中。難しいこれ。はい、もう一回。これ最後。真ん中か。それはいい。それは十分かな。まあ、武器かなり高い。あのブーツは1万200。これはなんだ、薬や。どんな薬、同じか。お、薬、すり抜けの符だ。ダンジョン、これは便利だな。ダンジョン脱出。みんな、ああ、これを持っているか。じゃあ、このゴミ売るかな。じゃあ、チューニック。ゴミばかり。お、薬6、6、6。あ、たくさん。すり塗った抜けの手袋、ゴミか。すねあってもゴミか。チューニック、ゴミ。そっか、ゴミ捨てなきゃいけない。これなんだ、すねあて。これよ、チューニック。すねあて、手袋。そうだな、出る。
ダンジョンから出るとき、スネアテイカ。どのくらい持ってるかな？ああ、一人だけか。まあ、薬、誰？話したことあるか？ねえねえ、私、うん。そっか、まあいい。先速の場所を戻って、ちょっと一息入れます。はい、これはいいか。まあ、入り口まで。息をする。休むか。そうだな。翻訳の方がいいかな。意味の説明、解説かな。私の理解できるように。はい、息抜きをする。休む。行き詰まるようなワクワクか。芋を洗うよう。混んだ。とても混んでいる。これは見たことない。インインにこもる。怒っているか。骨董品を手に入れた。骨董品なんだ。装備か。スーボー。何これ。それ道具か。装備じゃない。骨董品装備じゃない。骨董品もかな。この左、まあ、ボスのいい場所分かった。テッド、クレオか、ユミヤたち。センポッチ、まあ、いらないかな。このババもとくれる。まあ、これはいいね。次回どこか行く分かっている。ボス戦かな。こっちでいいね。よし、お疲れ様でした。